経験豊富なライフガードなら、海水浴客が直面する最も恐ろしい現象について警告することができますよね。サメやハコクラゲなどについて話しているのではありませんよ。ここで話しているのは離岸流と呼ばれる完全に自然な現象のこと。英語ではリップカレントと言いますが、リップとは岸から素早く流れる海面の流れのことで、無防備に泳いでいる人たちを引き込むのです。平均的な離岸流は毎秒約30から60センチメートルの速度で移動しますが、非常に強い離岸流は毎秒 2.5 メートルと驚異的な速度で人々を外洋に引き込みます。オリンピック水泳選手でさえそのような強烈な流れに逆らって岸に戻ることはできません。ビーチが好きだけど泳げないという人は、足が底につく腰まで深い場所を安全だと考える傾向にあります。しかし離岸流によって足がふわっと持ち上がり、岸から遠い場所に素早く流されるので安全とは言えないのです。泳ぐことができなければこれはとても危険。離岸流に関する最も一般的な誤解の一つ、それは離岸流によって体が水中に引き込まれるというものです。実際には離岸流によって溺れることはないのです。ただ岸から引き離すだけなんです。もう一つ、離岸流に巻き込まれた場合、永遠に海に引き込まれるという噂があります。確かに離岸流は外洋の遠くまで引き込むことができますが、最悪の場合でも岸から何キロも離れることはありません。とは言いますが、引き込まれるわけですので岸に戻るためには少し長く泳がなければなりません。また離岸流自体があなたを戻してくれる可能性もあるでしょう。これは離岸流の 90% が巨大な円を描いて移動するためです。浅瀬から外洋に流れ再び戻ってくるのです。さらに離岸流が見えなかったら心配する必要はないという誤解もあります。離岸流は異なる方向から来るいくつかの波が互いに衝突することにより突然発生することがあるんです。そのため安心してはいられません。訪れようとしているビーチが離岸流で知られている場所であれば、細心の注意を払う必要があります。そのためには離岸流を見分ける方法を学ぶ必要があります。それは鰓耙の間にある穏やかな水域か暗い水のパッチのように見えます。一見水に入るのに最適な場所のようにも思えるのですが、その静けさに騙されてはいけません。泳ぐのに最も危険な場所の可能性がありますからね。多くの人が離岸流に巻き込まれて生き残れない主な理由はパニック。急に素早く岸から引き離されると恐怖を感じるため、流れに逆らって全力で泳ぎ始めるのです。しかしエネルギーを節約する必要があります。岸に向かって流れに逆らいながら泳ぐのはもちろん NG。 最も弱い離岸流でさえ泳ぐスピードよりも速いのですから、力とエネルギーを無駄にしないことが大切なんです。ライフガードの注意を引き、助けが必要であることを知らせるために手を挙げることを忘れないようにしてください。その後は2つの選択肢があります。離岸流はあなたを外洋に押し出すか、循環している場合はあなたを岸に近づけるでしょう。引っ張られている感じがしなくなったら救助者を待つか、岸に向かって泳ぎましょう。ただし離岸流の周りを泳いでいることをしっかり確認してくださいね。2つ目の選択肢は泳ぎが得意な人しか選べません。ビーチと平行に泳いで流れから抜け出すように心がけてください。場合によってはこの方法で解放される可能性がありますからね。安全が第一ですよ。では気をつけて良い夏をお過ごしください。